題はこれやで。動いてないなよこれ。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。問題はこれやで。動いてないなよこれ。先ほどのだね、交換しよう。ムーブメントタイム交換だな。取っちゃう。何がダメなんだこれ。そう、前回から引き続きですが、何が動かないのかさっぱりわからないんですよ。一旦ではこれを、まあ、なのでこれをね、どうにか動かすためにムーブメント交換しようと思ったんですが、なんかね、ニューズを差し直してみると、そう、いつも通りカレンダーが隠されてるね。またね、音を聞けばカチャンと回ってるね。なんだこれ。動き出したぞ。そう、リューズを入れ直したら動き出したんだよね。どういうことと思って、まあ2813なんでね。なんか動き出した。何なんだこれは。いや、どの道やってあげよう。まあ動き出したので、まあどういう状況なのか、まずはね、まあムーブメントを摘出して、してまあチェックしよう。タイムグラファに乗せてチェックします。ほらな、いつも通りですね。カレンダーがないタイプにカレンダーがついている親切設計のコピーです。さあ、そんなことより、まあ動かなかったムーブメントをちょっとねチェックしてみます。どういう状況なのか、タイムグラファーに乗せて、ムーブメントだけねタイムグラファーに乗せてチェックしていくんですが、なんかすごく良くない？動かなかった原因は何だってぐらいすごくいいんですよ。めっちゃいいんだけどと思って、もうまあ片振りは 0.1、 日差も一桁台になったね。一桁台になった。深刻も267度、悪くはないね。全くいいんだが、全くもっていい状況。多分本当にハックか何かが引っかかっていた感じなんだろうね。なのでまあ親切設計のカレンダーを取りましょう。バージョンだね。それをつけてあげましょう。カレンダーを外す動画はね、リンクを貼っておきます。以前のミルガウスとかね、何回もやってる作業なんで、その辺の作業はあのリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。カレンダーをパパッと外して、でまあ、カレンダーのない状態でまた戻していきます。まあ、無駄なものは削ぎ落とす。無駄なものは嫌いなのでね。削ぎ落として、またムーブメントがストレスないような状況を作り上げて、また戻していってあげましょう。あとはどんどんね、針を乗せていくだけ。まあカレンダーがないので本当に簡単です。地震なんか どこに乗せても大丈夫ですからね。一番最初の基準はどこに乗せても大丈夫です。まあカレンダーあるタイプだと、まあきっちりね、日付変更のところで合わせるんですが、カレンダーないタイプだと最初の地震、まあ、どこにつけてもいいです。どこにつけてもいい本当に。まあね、12時に少しね合わせて、そして分身を乗せる。分身の時は気をつけてください。分身の時はきっちりとね、気をつけた方がいいです。まあ、どこの分、どこの位置、そこの時間でもってね、ゼロに合わせた方が動きというか、その時間のズレがないので、時間のズレというかね、どうしてもズレると、まあ、きっちりこうつけてあげないとズレるので、ズレるとね、気持ち悪いからね、本当に。だからきっちり、まあ、一番いいのは12日がいいよね。分かりやすいしね。そう、そして針の干渉かないかチェックしていきましょう。針同士の干渉があると、それでもってちょっと外れたり、そしてまた時間が遅れたりということが起こりますので、干渉がないか針を乗せるたびにチェックをしていきましょう。そして最後は秒針です。
秒針はねルーペで覗きながら秒針軸に乗せる、軽く押さえて、そしたらグッと押してあげれば秒針軸の乗っかりますんでね。ここでも再び針の干渉チェックをしましょう。秒針がこう当たる場合とかもありますので、そういった場合は秒針が動かなくなったりします。なのでね、きっちりぐるり一周させて干渉チェックを必ずしましょう。そう、くるっと回してね、干渉がないかどうかをチェックしていきます。うん、まあカレンダーがない状況になったのでね、きっちり動くと思いますね。あとはムーブメントをケースに入れれば完成。もうここまで来ればもう完成ですね。うん、きっちり入れて、スペーサーも入れて、リューズも戻し、裏蓋を閉じてあげれば完成。うん、まあなんてことはない作業でしたけど、いつも慣れてる作業ですけどね。カレンダーがないタイプのカレンダーを取っただけっていうね。そう、無駄を削ぎ落とし、そしてストレスない状況で動かせる状況を作ってあげました。ということで、今日はちょっと頼まれた、前回まあ調整と一緒にやったんだけど動かなかったコピーだね、うん、それをまあ少し、まあリューズの引っかかりっていうのかな、リューズがきちんと入っていないことによって、そのハックが多分ずれてたんだろうね。でまあ動かなかった、動き出したそうだったけど動けなかったっていう感じの症状でした。うん、まあ283はこういうことまあ起きるからね、仕方ない。まあまあで、例によってまあカレンダーがまた入っていた、カレンダーがないタイプの時計ですが、カレンダーが入っているというね、また親切設計になっている時計ですけどね。またその無駄をね、削ぎ落としてまた入れてあげました。まあカレンダーもね、やはりそのムーブメントにとっては邪魔なものですから、カレンダー表示がないもの、わざわざねカレンダーをつけてても意味がないから、そういうのもね全部取ってあげて、でまあ無駄がないようにして、また計測してね、まあ問題なかったので、まあ結構やっぱりあるね、コピーでは。まあほぼ 100% だよ、ほぼ 100% カレンダーがないモデルにカレンダーはついてます。ほぼ 100% です。今のところ 100% ついてないってことはなかったもんな、全部ついてるよ、うん、まあこれがコピーですからね、コピー、まあいいのか悪いのか。ってことでね、今日はカルティエのコピーのまあ不具合っていうのかな、まあ、283のやっぱりその不具合の多さが出てくるよね、やっぱりね。まあ、次回はね、この8215ミオタ製と2813を比べてみて、どれぐらいまあ違うのか。2813はおそらく8215ミオタ製をこう模して作ってるわけだけども、それがじゃあもうそのね、親玉っていうか、その元になった8215か、8215ムーブメントと2813を比べてみてっていうのをね、次回ちょっとやってみたいと思いますね。次回また楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。